こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日はサポートから初売上までの実例、これを見てね、個別サポート、どんな風にサポートしてるのか、もちろん個別サポートの会社さんでね、全然遠慮してあんま相談してなかったという場合はね、どんどんお気兼ねなく相談してください。また、個別サポートでなく、チャットサポート、あるいはマニュアルサポートの会社さんでね、商品が見つからないという場合はね、なるほど。これだけそらサポートされれば商品見つかるよねと思ったらね、アップグレードなんかをご検討いただければと思います。まずね、このアカウントはみんなできてるんであんまり関係ないと思いますけど、そこからね、まず何かわかんないこと、あるいはね、このセラーアカウント作成、これね、すでにアカウント作成してた場合は、例えば広告の設定とかね、あるいは、違反商品の疑いがかかった時のやり取りなんかも、チャットワークこれぐらいの頻度でやり取りして構いませんという参考にしてください。これ、アカウント開設のためにチャットワークでやり取りした日付と時間ですけど、7月4日にね、サポート開始して、15時7分、15時22分、17時、17時14分、17時29分、ここ重なっちゃってな、17時47分、17時50分、17時50分、18時40分、19時15分、22時23分と、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10回。10回やり取りしてます。1日にね。で、翌日、1、2、3、4、5、6、7回やり取りしてアカウントできましたという連絡いただいてます。これ全然普通の回数です。ね。チャットワークサポート回数無制限って別にね、伊達じゃないというかね、時間あって、普通にパソコンの前にいる時だったらね、すぐ答えられるのはどんどん答えてますんでね、ほんとほぼリアルタイムみたいな形でこんな風にチャットワークでナビしてます。で、1回目のね、納品が、このアカウントできてから3週間かかってるわけなんですけど、その間ね、どんな風にやって商品探したか、全部書くとくどいんで、その1週間ね、の、やったことを書きます。商品探しのサポートの内容。まず、どういう条件で商品探すか、その条件確認しました。アカウントできたその日に。で、翌日、商品探しを開始。で、チャットワークで6回やり取りしてます。で、その翌日、ね、確認のためもあって、商品探しの方針をスカイプで相談するということで、スカイプの予約をしました。その翌日、チャットワークで1回、その翌々日、チャットワークで4回やり取りして、10日にスカイプと。で、スカイプ相談の後、そのね、商品探し実践に移り、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20回やり取りしてます。ね、これ20回、例えば、ざっくり言って、10商品相談してもらって、それに対して私がね、10回コメントをつけるみたいな感じです。だからね、一個一個選んだ商品コメントつけますんで、なるほど、これいいんだな、これダメなんだなっていうのがすごいわかりやすいです。で、翌日、チャット枠で4回やり取りと。これを、あと、数日やりまして、商品見つかって、あとは納品設定ね、またナビして、3週間で初回の納品ができたという流れです。ここまで、豆にサポートするから、初心者でも稼げる商品が見つかるようになります。それでね、広告設定もサポートしまして、広告、設定した商品が売れましたというのがね、サポート開始から、1ヶ月目のことでした。これね、やっぱり、毎日私商品の添削してますしね、いろんな事例も見てるんで、正直、せっかくサポート受けていただいててね、個別サポートじゃなく、サポートを受けてもらってるのはもったいないなという気がします。1日あたりのね、アップ額で言ったら、何百円の話ですんで、いやいや、全然商品自分でも見つかるしね、何の問題もありませんと言うなら、全然いいんですけど、そうでない場合は、あるいはね、もうちょっと効率よく時間を使いたいって、調べ物してる時間をね、私に聞きゃ調べ物する必要なくなりますんで、サポートを受けてて、もうちょいね、売り上げをアップしたい、あるいはね、効率よくしたいという場合は、
個別サポート検討されてみてはいかがでしょうか。また個別サポートを受けている会員さんは遠慮せず、どんどんね、商品相談、質問、確認、お寄せください。お待ちしてます。Amazon サポーター、堀秀夫でした。